お疲れちゃんです。ラットルセ、今回はですね、やっていくんですけど、こちらの、ホグのデッキでなんですけど、珍しく僕がホグの動画を出します。で、まず僕がホグをめちゃくちゃ下手くそなんですよね。まずそこなんですよ。だからなんかホグの動画出してほしいとか結構言われるんですけど、下手くそなんで、マジでホグだけはマジでもうやばいです。本当にダメなんで、今まで出さなかったんですけど、いろんなホグのデッキを最近練習しててですね、このデッキが一番使いやすい、マジで使いやすい。で、このデッキで12勝もしましたし、今これで5勝無敗ってことなんで、だから僕でも使えるホグデッキが、一番これっていうので、今ちょっとこれはデッキがいいんじゃないかということに気づきましてですね、このデッキでですね、やっていきますんで、マジで使いやすいんで、ぜひ使ってもらいたいですね。で、遅延ホグですね。遅延ホグの今強いバルキリー型ですね。おー、ここはダックプリ来たんで、バルキリー出して、これ一番後ろから出しちゃうと多分突進がもしかしたら入っちゃうとかがあるんで、ちょいっと前に出しましたね。ここはウッドネット、しかも盾を剥がしていきます。で、ここでポイズン打ってもいいんですけど、ここでポイズンとか打ってしまうと、もしね、相手がダックプリエレウィズのジャイスキャラとかだった時に大ダメージ受けちゃうんで、よいしょ。あー、ここはウィズウィズをこのバルキリーで、バルキリー OK。 あーやって、それはやばい、それ相手がうまい。待って、よくないけど、まあ、これ一発か二発かやね。ここは相手のなんかトルネードのタイミングとうまーく重なったんでしょうがないですね。今相手はトルネードを持っていたってことで、トルネードを使いました。で、しょっぱなダックプリ咲いてきたんで、今ホグ出したらダックプリ、おー、これはダックプリをこっちに誘いたいですね。ランバー、相手また不思議なデッキですね。で、ここはメガゴで処理、ジャイスパーですね。これもしかしたら墓石だけで、で、これ次のスケルトンに打ってから、バルキリ。よいしょ。トルネード使うな。オッケー。キング起動したいんですよね、どっかで。どっかでキング起動したいんですよね。いやー、右も左もドックしやばい。危ない。で、ここは、アイシリーズがターゲット取ってから、どっちでもいいかな。ターゲット取らなくて、取ってなかった。そうなっちゃうよね。待てよ、落ち着け。さては、負ける。落ち着け。一回落ち着け。全然いきます。ウィズウィズスパーキーみたいな、ちょっと、調子乗ってる編成する。調子乗ってる編成っていう言い方もよくないか。ここはメガゴで。よし。守れるよ。全然守れる。墓石ちゃんあるよ。墓石ちゃんある。撃て。OK。で、ここに右に、よし。ね、右側もダメージ刺さってるんで。おいしょ！ OK。一発。はい、からな。もう一発。からな。もう一発。買ってくね。よいしょ！ってことで、今強い。これが強い。なんか勝てたみたいな。適当なわけじゃないですけど、しっかり守って、守れると思ったらその瞬間にホグ飛ばす感じですかね。なんか、マジで、ホグだけはなんかな、センスないんですよね、僕。次。んで、初手ホグは、僕はするかって聞かれたら、あまりしないですけど、こういう手札だった時に、こういう時はしますね。でもメガゴも出して、ぐっと転がして、OK。なんとか覚える。で、これあれなんですよ。ポイズンなんで、意外とクロスしんどいんですよね。そういうのとすぐ出てくる、こういう動画撮ってる時に。もう、待って、惜しい。
ですが、まあ、クロスに対してじゃあどうやって勝つのっていうのは、今みたいにホグとかホグメガゴだったり、まあ、ホグでクロスを壊す時もあれば、あ時もあれば、ポイズンウッドで壊す時も結構ありますね。でもそっちの方が多いかな。だから基本はポイズンウッドで、まあ、バルキリーなどでターゲット取りつつ、その間にポイズンとウッドで壊すみたいなのが多いですかね。ちょっとすることないんで、ここでホグ飛ばして、まあ、テスラで押してきますね。はい、まあ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 、そりゃそうなります。で、ここで、まあ、クロス置かれたとします。そしたら一気にバルキリーメガゴでいくか、バルキリーでターゲット取っている間にポイズンとウッド、今ウッドがなかったんで、まあポイズンとウッドでクロスボウにダメージ与えて、まあ、ほぼ壊れた状態にするかですかね。でも意外とクロス置いた瞬間のバルキリーメガゴってクロスからしたらめちゃくちゃしんどいんですよ。クロス僕使わないんで分かんないんですけどね。そこマジで僕の使えないカードトップ1、2がクロスボウとフグなんで。で、まあ、ですが、クロスを変えた瞬間に、まあ、バルキリーメガゴをしてあげれば、相手はなんか困ります。で、ここは、ちょっと横のテスラが邪魔なんで、こういう時は、ポイズンからの、バルキリーが耐えてるんで、ここでまたアイスリーズとか墓石で耐えつつ、これでウッドで、オッケーオッケーオッケー、あと墓石あるんで、こんな感じで、耐えつつ、で、今のポイズンで、同彩だったら、相手のタワーにダメージ入ってるんで、まあ、することないんで攻めておきます。で、アーチャー来たらポイズンしたいけど、 OK、 惜しいで、みたいな感じでいけばホグってクロスのダメージを刺せることないですけど、ここで相手が逆サイドとかにクロスを置いてきたらうまいんですよね。そしたら自分もこっちサイド攻めるなかなか難しい。 OKOKOK、 よいしょ。あー、これ惜しい、これが惜しい。じゃあこれウッド削りっすね。で、いや、ここの後ろバルキリーも危ないんですよね。本当は良くない。よし。で、もしこういう時に、あ、待って、これ美味しくね。こういう時に逆サイ、今こういう時に別にこっち逆サイにホグとか飛ばしてもですね、別に相手テスラをこっち側に警戒しすぎてるんで、普通にホグのダメージが入るんですよね。よいしょ、買ったくね、これ。さては勝った。まあ相手がそこそこのクロスですね。そこそこの、よし、これはもうハシマイロワイヤル。これ美味しくない？だって今これ右側にホグを飛ばせば相手はクロスボウからホグの、お、やば、テスラ使った後やん。これは美味しいっすね。みたいな感じでいけば、あと相手のダメージは650。しょう、あとはもう時間なる勝負ですね。これはもう、バルキリーと、ジュンと。で、ホグも出して、ウッドも転がしてあげて、このメガゴがアーチャーを処理。オッケー。で、こういう時にポイズンったら勝った。よし。多分。はい、じゃあ、オッケー、GG。感じで、まあ、クロスも、まあ、しんどいっちゃしんどいんですけど、言うて、勝てないこともないから、意外とでも勝率いい方なんですよね。クロスに対しても。あ、でも、あれっす。遅延クロス、アイスウィズトルネメガゴの、ロケットクロスは、マジで無理っす。マジで無理。あれは、今の僕では、勝ち方わかんないんで、あれをどうしたらいいですかっていう質問は、マジですいません、わかんないっす。ですが、テスラ型っていうか普通の5型の今のバルキリーとかアーチャーとかだと、まあ、端前でバルキリーメガゴだったり、まあ、バルキリーやアイスリーズでターゲット取ってその間にポイズンとで処理をしてればなんか舞えます。あー、出た、これ害悪や、これボーラーベビドラー、これも勝てないことはないんですよね、意外と。けどしんどいのが、しんどい、けどしんどい、勝てないことはないんですけど、しんどいんですよ。
これ今ホグ飛ばしてもあれなんですダメなんですよ。あの結局トルネードで座れるんですよ。相手あのスケラのボーラーちゃんが入ったやつなんで、なんでホグを飛ばすタイミングなんですよね。相手が攻めトルネードを使ってくれるのを待つか、いやポイズン打ちてーけど、ポイズン打ったらな、キング起動してない時にポイズン使うとスケラの大ダメージが入っちゃうんで、そこでキング起動してたら、まあ、アイスイーツとか入れずに別にポイズン打ってもいいかなと思うんですけど、キング起動してなかったらいいぐらい。うわーこのインドラしんどいわ。オッケーオッケーオッケー、うん待って、聞いてない聞いてない聞いてない、メガゴー落ち着け、まだ参る、全然参る、まだ参るっていうかまだ始まったばっか。ここはバルキリーでいいよ。よいしょ、あーオッケーオッケーオッケー、ここは許容してポイズン温存からのここのカウンターかな。アイスウィズ、いやしんどお前、これはマジでひどい。このデッキ作ってる人マジで困る。こんなにポイズン打ちたいっすもん。あー待って、落ち着け、ポイズン防衛からの全然ある、全然チャンスあるんで、自分から作んないといけないですね。あの逆サイに振るか、いやここや、いや待て、落ち着け、トルネード座れるよね、いや座れない、そうだよけどここで諦めたらダメなんですよ。頑張れ、この後ろアイスイズホグがキングに触れるから、このアイスイズでダメージを稼ぐ。さてこれは正解でしたか分かんないです。ここはもう怖いんでポイズン打ちますんで、バルキリーでボヤします。 OK OK、 バルキリー頑張って、いやしかもアイスイズがなんだかんだで削ってる、こういうことっすよね。この団子みたいなの、くそー、ボーラー前まで好きだったんだけどな、もう嫌い、前までボーラーのことめちゃくちゃ好きだったんですよね。またホグ入る、オッケー、一発、待ってよ、ワンチャン、マジのワンチャンないさと、やめろよ、攻めてくんなよ、攻めてくんなって言ったやんけ。いやこれポイズン防衛からのからの来た、待てよ、まだまだ耐えてくれ、まだ耐えてくれ、俺の弾、あーポイズンでやられる、よくね、いや待て落ち着け、え歩くね歩くね、全然ある全然ある全然ある、奇跡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 起きろ奇跡起きろ奇跡起きろ奇跡起きろ、メガゴ、あーちょーいんだな、おっつけおっつけ、まだあるまだあるまだある、アイスイズ範囲攻撃範囲攻撃、う待ってお前まだ勝ちは早いぜ、うっはい、おおちょっと待って来た、深夜に深夜にテンション上がる、ミプス、はいやば、ちょ待ってちょ待って勝った、ちょ待ってこれやばくね、今のはやばくねえか、やばちょ待って、自分でもびっくり興奮してる。ということで勝てないことはないっぽいですねっていうのが今の試合で証明されました。はい、なんで今これで安定してる、めっちゃしんどい、めっちゃしんどいけど、この僕でもマジでホグは別ですから、マジでホグはほんまに使え、なんか最近使い始めたばっかなんで、でもここまで来れるっていうことなんで、まあ、ぜひ使ってほしいなと思います。ではでは、はい、以上になります。
よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバイ。